ました。あれあれちょっとあらばあらなんかややこしいことの OP ややこしいな、なんかちょっとややこしい今日はい、まあ、最初なんて言った船鉄のあれ、ここはあや鉄のエビ鉄のやべ、自分も夢になった。それぞれが入ってますね。本当ですね。まさか、今日すごい多いですよ。まさかの MC が3人もいる例の例の 3MC はい、3MC 体制、うん、4MC になるんじゃないですか、じゃあ私も、うん、いや、入ってきた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 、なんか違うっぽい、4人目が入ってきた。紹介しましょうか。紹介しようか。紹介します。まあ最初にじゃあ、はい、自分からいきますよ。はい、はい、川越でイタリアンカフェ、ブライトンカフェやってる、見てーすれーすほほほー明るい明るい。まあ、続かない続かない続かない終わった。あ、じゃあどうぞ。あ、そうだね。これね、マジね、今自分の紹介めっちゃむずいんですけど。あ、新しいの行こうよ。はい、新しいのいきますか。そうだ、ね、新しいの初めてちゃんと言う。うん、ちょっと行ってみて緊張する。うん、ちょっと、あいなく神戸レオネッサの船田真由です。よろしくお願いします。お願いします。よろしく。それとそれと元静岡朝日テレビアナウンサー、今フリーアナウンサーとして活動しています北川彩です。はい、お願いします。かわいい。今日はもうこの3人で進んでいきますね。そうですね、はい、今日はこの3人で面白おかしく、はい、面白おかしくやっていきましょう。していきましょうよ、はい、ね、入ってこいや。え、アタスアタスですよね。アタスアタス自己紹介していいですか。いや、そうだ、ちゃんと紹介いるんですよ。すです、紹介自己紹介じゃない、ちゃんと紹介します。あー、してくれですね。紹介します。あー、よろしくお願いします。すいません、わちゃわちゃしてますけども、はい、本日はウィーリーガー、三菱重工浦和レッズレディースより栗島あかり選手に来ていただいております。わーい、どうもお願いします。はじめまして。はじめまして、栗島あかりです。よろしくお願いします。背番号6番、おミッドフィルダー、お1994年9月14日生まれ、お栗島あかりです。いやいやいや、聞いてもないことがバン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 入ってきた。テンポいい、テンポいい、はい、テンポいい、はい、あ、よろしくお願いします、はい、お願いします。でも、あやちゃん、はい、ちょっとふなちゃんは初めましてだったんだよね。そうです、初めましてです。はい、初めましてですよ。ふなちゃんね、この1ヶ月前ぐらいに、うん、MC として出てくれた時に、はいはい、突然私はチフレ AS エレフェン埼玉の契約がちょっと満了なれましてと、おラジオ中にぶっ込んできましてで、ちょっとびっくりしたんですけども、はい、今チーム名が、はい、なんと変わりましたね。変わりました。その前回チフレ AS エレフェン埼玉っていうチームにいたんですけども、この2023シーズンからは兵庫県の神戸の方を拠点にしているアイナック神戸レオネッサというチームでプレーすることが決まりました。これはまあ良かったってことだよね。そうですね、プレーするチームがちょっとなかったらどうしようっていう不安もあったので、うん、でもちゃんとサッカーができるところにちゃんと呼んでいただいて行くことができたのちょっと一安心しています。あ、よかったです。本当によかった。はい、前回ぶっ込んでくる時は菅沢ゆいかさんと、ね、そうですね、いかだいかさんと、そう、はい、行った時に何をいきなりゆいかちょっとうちらもねうってなったんだけど、でもこうやってね、そうですね、また嬉しい報告がそうですねできたので、今日はじゃあ一つ、はい、アイナック神戸レオネッサの、はい、船田真由選手とあとは来た三菱重工浦和レッズレディースの、うん、だから昨年の優勝チームですからね。そうだよね、はい、ありがとうございます。あれ、Bリーグ優勝しました。あ、さすが、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。改めておめでとうございます。改めて今日だから赤い血がまた、うん、あ、そうそうですね、そう流れてますよ、はい、前回は千島徹君つって、これまた元浦和レッズの選手で、ここ赤つながりで、はい、まさかのいきなりね誘って、はい、誘って、もうフットワーク軽い軽いもう一瞬で瞬時の判断でここに来ました。素晴らしい、さすがプレー、はい、プレー出てる、プレー出てる出てるプレースタイルここでも出ちゃった出ちゃってる出ちゃってる、いいことだよ、決断が早いでもいいですよね、今日はこういう形で。でもあれなんですよ、あいちゃん、何ですか、前船ちゃんが今日がね一応ね、はい、最後ってことで。そうなんです。だからもう楽しく泣くとかなしだから。泣くとかなしだよ。なしなしだよ、うん、なしだから。危ない危ない危ない、泣きそう泣きそうって感じで、じゃあ楽しくはい、やっていきましょう。笑いながら、まずはね、まずはまあ聞きましょう。そうだね、はい、はい、栗島選手、うん、これ私あんま公言してないんですけど、私推しなんですよ。
惜しい、クリシマ選手。おお、はい、なんかどこ行ってもレッド、まあ、レッド選手仲いい選手いっぱいいるんですよ、まあ、それこそ前回来てからユイピーもそうだし、サッコとかももちろんたくさんいるんですけど、あの本当いろんなよそ行きというか、本当にちゃんと推し誰って言われた時はどの選手がいいのって言われたら、ちゃんと私いつもクリシマ選手って言ってるんですよ。え、そうなんですか。それは何って聞かれるの、あの芸能的なのか、それともサッカー的なのか。まあ芸能的な方。そっち、そっちマジでそっちそうそうそう、えちゃんとプレイヤーとして、あ、本当にあのいい選手たくさんいる中で、もう推し、私は本当推しだから、いろんなところであの紹介させてもらって、初耳、はい、言ったことないもん、調子乗るから。やだやだ、やだすごいじゃん。ってぐらい私はすごい選手として好きな選手です、うん、はい、でもよくねそれは聞くよ、はい、いろんな選手から聞きますよね、いろんな選手からね、あかりさんは上手、あかりさんは上手って、はい、そうなんですよ。だって本人には一切耳に入ってない、全然耳入ってこない、そんな情報は言わない方がいいのはちょっとなんとなく分かる、わかりますよね、なんで教えてよ全部ね、でも、はい、なんかじゃあどういう選手かっていうのはちょっと聞いてみたいね、はい、ちょっと経歴はね、そうまず、あ、はい、あ自分ね、そう誕生日はもういらないよ、もういらないそうですね、あ、狭山出身です。おお、狭山市ですよね、埼玉県狭山市です。埼玉県狭山市出身、エリさんと一緒、うん、後輩だね。そう、本当に近いですもんね。本当近い、うーん、中学校隣ね、中学校隣本当隣ガチな地元、うん、本当に、まあ、ちょっと橋渡るんだけど、はい、渡る、橋渡って、ちょっと渡る、はい、渡ります、渡ります。うーん、そうそう、そういうのもあって急に俺はもう急にグッと接近してった。そうそう、この二人本当にもう距離が本当に近いですよね。めっちゃ近かった、先輩だもん、地元がね、後輩だもん、もうグイグイ来てる、もうグイグイグイ何度か分かる、ちょっとあそっちの値段になっちゃいそうなんで、そうですね、ちょっと修正しながら、そう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 、そう、うん、でも それでサッカー始めた小は小学校2年生の時に、男子のチームで始めました。うーん、男の子に誘われて、はい、だから小学生のうちはじゃあずっと男子チームの中で、そう、小6まで、はい、やっていた。兄弟がこう男兄弟がいるとか、あ、兄はいますけど、うん、兄は野球やってたんで、自分家族の中で私が一番最初にサッカー始めました。へえ、本当になんかクラスメートの男の子に誘われて、あの始めた感じです。あかり、ちょっとサッカーやろうぜ、ほんま、ほんとそう、ほんとそうです、クリスサッカーやろうぜっつって、あ、でなんか千葉からこう引っ越してきてたんですよ。でその時にこうなんかスポーツテストみたいなのあるじゃないですか、体力テストみたいな、でそこでなんかちょっとだけ足速くて、おい、クリサッカーやろうぜっつって、うん、本当にそんな感じで、うん、そうです。で行ってやってみたらまあ楽しかったんで、うん、そこから始めました。へえ、まあ、当時は男の子で女子もそんないなかったでしょ。あ、誰もいなかったです、自分だけ、はい、一人で。そうなんだ、うん、やっぱみんなそうっすね、小学生の時はね。小学生の時ね、うん、そう、大体そう。で小学校からで中学上がる時にそのレッツの下部組織のセレクションを受けて受かったので入って、そっから28歳までずっとレッツ。やばすごい、12歳エリートじゃん。エリート、エリートじゃん。エリートではないんですよね。エリートなのかな。エリートじゃない。まあ、名前だけで。でもまあ新聞に中学生からもセレクション、まずセレクションっていうその門をまず通って、うん、レッツの選手になって、もうそこからだって12歳とかでしょ。そう。小学校6年。今28歳でもう16年間。確かに16年もいるよ。わあ。半分レッツだよ。すごい。すごいじゃん。ずっと同じチームにいるっていうのはなかなか珍しいんですか。あ、でも自分のチームだったら、うん、ユース出身で2個上に池田咲子選手がいます。咲子ちゃんキーパー、うんうん、そうそうそう。で池田さん、私、まあ、下にはめちゃくちゃいますね、ユース出身で。ずっとレッツジュニアユースからでしょ。はい、そうです。中1から。中1からですよ。やばいね。じゃあその時も小学校6年生の時にはもうちょっと上手かった。いや、うまくないですね。うまくはなかった。うまくなかったと思う。てか、めっちゃ記憶があるのが、そのセレクション行くときにチームのそのコーチに、あかり、お前は声を出しとけみたいな、セレクション中声を出せっつって、で確かにはいって言ってすごく声を出すことを意識したんですね、セレクションで。どう声出してたか分かんないけど。なんだよね、何の声出したのイケーなのかさ、それとも頑張れみたいな。頑張れ。でも本当になんかもう何でもかんでも声に出してやってたらなんか受かっちゃったよみたいな。だってそれはだってみんなね、
あの受けに来るわけでしょ、うんうんうん、やっぱその自信がある人が、うんうん、中で受かるってことは、まあ、声だけじゃない何かはある絶対あったはずですよね、 だろうね。それをあったから今もこうして、まあ、もう第一線で活躍してるわけですから、うんうん、すごいよね、はい、でじゃあ俺だジュニアユース、はい、3年間ユース3年間今もで昇格して、はい、今だもんね、はい、そっか。同期はいるの一緒にこうトップチームに上がった？いないです。その年もう私一人だけで新加入がトップチームに上がったのが あれがいた上野咲希と同い年。あ、そうです。あ、高3までは。あ、咲希ちゃんと一緒なんだ。で咲希ちゃんはじゃあジェフィーに行って、でアッカーリだけは上行ったっていう。そうです。高校生の時はその3年間は上野咲希とニコイチでずっとやってました。超仲良しですよ2人。あ、そうなんだ。今もですか？はい。あれもだよね、みおちゃんもですよ、ね、あ、そうです。藤田みお、藤田みおちゃん、あ、みおは中学校3年間一緒にやってました。あ、中学そこが同い年だよね。そうです、そうだね。あ、へえ。みおも出ましたね、出た、うん、出た出た。あ、そうそうそう、ついには昨日も会ってきた。あ、そうですね、昨日ね。そうだそうだそうそうそう、そうだ、昨日もう例のこの、そう、もう今日フリートークがあれなんですけども、ゴーフトのフットゴルフコンペをこの収録の前の日にやってきまして、うん、で藤田美桜ちゃんとか、そうですね、ね、はい、ふなちゃんとかも一緒にやってきたんだよね。それこそゆいぴーもいましたし。そうだね、うん、でもめちゃくちゃ暑くてね。めっちゃ暑かったっす。でも暑くなる前に終わったけどよかったよね。はい、そうですね。でもこの模様はね、今度ね日本代表のフットゴルフの選手たちが来てくれるんで、すごい。で彼らのワールドカップと話と、ね、このゴゴフトのコンペの話はしようと思ってるんで、はい、あ、めっちゃいいですね。そう、でもそういう風に藤田美桜ちゃんとは、はい、あ、もう中学校の時、ね、一緒にプレーしてました。あ、そうなんだ。すごいね、レッツって。やっぱすごいですね、うん、でもやっぱ知ってる選手がいっぱいいますもん、うん、ね、うん、だって今でもそのユースから上がってきてる選手がいっぱいいるでしょ。あ、います、めちゃくちゃいます。でも多分あかりのまたそのすごいことは、同期がそうやっていない中で一人だけ昇格してるじゃないですか。めっちゃしんどいと思うんですよ勝手に。あ、そんなこともないの。あ、どっちだよどっちも言えてる。なんか精神なんか、なんか、まあ、新加入とかの身 だと、うん、まあ、やっぱ一緒に入っていく人がいれば、うん、ちょっと心の支えというか少し余裕があるけど、一人だけ行くっていうのが、うん、なんかちょっと心細いというか不安というか、うん、まあそれはあるよね。そして年齢がね、若ける若いほど、そんなこと、まあ、そのそうですね、新加入で入った時18歳とかね、うん、まあ、その時も年齢、平均年齢が めちゃくちゃ若くて、うんうんうん、一気にあのごっそり抜けた柳田さんとか、はい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 、山郷さんとか、はいはいはい、もう一気に抜けた年で本当に若いチームだったんですけど、いや、まあ、心細くはあったけど、うん、まあ、さっきいなくなっちゃったし、ね、まあ、でもなんかそのいい人たちばっかだったんで、まあ、そんな、ね、寂しいって感じもなかった。それは多分もうレッツのファミリー感というか一体感ですよね、絶対ね。なんか仲良さそうだもんね、うん、レッツはね、うん、めっちゃ超仲良し、うん、仲良し、いいな、超仲良し。でさ、仲良しだけどね、仲良し集団じゃなくてちゃんと取ってるもんね。結果残してる、結果残してるもんね、うん、だから逆にそれはいいことだよね。みんなこういいフレンドリーで、なおかつ勝ってるってことは、うん、文句ないじゃないですか。もう終わり、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 終わり。あ、じゃあ今日お疲れ様でした。まだ10分ちょっとですよ。あ、タイムキーパー、ごめんごめん、そうだった。今日の俺の仕事はタイムキーパー。皆さんまだ13分しか経ってない、はい、すいません、すいません。これ何分やるんですか？58分、ほぼ1時間。そうなんだ、まだまだからじゃ。そうだよ、だからまだこれから喋りたいでしょ。全然、ね、足りない、まだまだ。じゃあそのレッツで、まあ同期とかこうなったがトップチーム行って、それから、まあ、ずっとレッツだよね、うん、トップ上がってから今10年とかかな、うん、10年10年、やばいね。ベテランですよね、もう、もう、あ、そう、もうベテランの区分に入っていきそう。もう中堅とは言えなくなってきました。そうだよ、10年はもうだってベテランだよね。ですよ、もう年齢が。むしろもうおつぼねですよ。おつぼねだよねマジ、まあ、確かに一番若い子と本当に10歳差あるから。そうだよね、もうちょっとしたら一回り、そうよ、こう、私とかはもう一回りでしたからね。吉田理子と一回りですから。そうそう、私は。あ、そうだね、はい、そうか。あ、でもあれだ、安藤梢さんと江と一緒。私、あ、じゃあ10位。私が江と一緒なの、やばくないですか。そうだよね、やばいよね。 MVP だ、 MVP だ、 MVP だ、 B リーグ MVP。 はい、すごいよね。じゃあ年齢層がやっぱ、ね、若い子は若いし、ね、上の方も上がいるから、まあなんか
良さそうな雰囲気があるんだろうなと思うし、本当ですよね、でレッズ一筋ってさ、やっぱ他のチームって考えたことも全くない。いや、全くないことはないです。全くないことはない、はい、聞きたいなそこら辺ちょっと。それは自分の自身のどういう時にそういう風に思ったりしたの？大学を卒業する時ぐらいに、なんならその地元のチフレとか、なんかそういう、まあ、自分が試合その関われなく出れないとか、そういう時にはやっぱ考えます。あ、やっぱそりゃそうだよね、そりゃそうですね、やっぱ出たいですもんね、試合出てなんぼのところあるし、はい、まあでもそんなそこまでガチに考えたことはないです。なんとなく、まあ移籍もあるかなぐらいにしか考えたことない、そんなめちゃくちゃガチには考えたことない、でもさ、十何年いるってことはいろんな監督がいたわけでしょ。ああ、そうですね。その中でもずっとこうやってレッツ一筋でやってきてるってことは、もうそれが証明だよね。もうそうですね、だからいろんな監督の、はい、なんか俺持ち上げてるよねなんかちょっとね顔色がどん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 、そう、さっきのちょっとフリートークの時とちょっと違うよね、はい、持ち上げ始めてる、ニヤ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 し始めちゃって、はい、なんか居心地いいあー何これまあでも実際そういうことでしょ。そうですいろんな監督がやっぱり必要だし、はい、まあねえじゃないとす、いられない、ね、さっきあやちゃんもちょっとちらっと言ってましたけど、その1年じゃないや、ずっと居続けるって本当にすごいことなんですよ、まあ、言えば私もなんちゃってジェフのユース出身ですけど、結局同じチームでずっと居続けることはできなかったんで、それをやっぱもうでも十何年のレベルでやってる方なんで、そこだけは尊敬だけはだけはって言うだけど、推しでしょ、推しでしょ、推しです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 、推しで、けなしてなんか素直、なんかね、素直にね、感情に喋ってくる船田さん調子乗っちゃうから、そう、素直にちょっと難しいでもすごいよね、はい、でも本当すごいです、うん、ありがとうございますでもね、プレー見たことはありますよ、ね、ありますよ、見ましたよ、うん、あやちゃんももちろんあるんですか。もちろんあります。だってなんかね、こういう風に今地元の後輩だってなって、まあ、見てたんですよ。なんかあのそういうちょっと特別じゃないけども、はい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 、こうやって、はい、追ってこうやって動きを、はいはいはい、なんだこの子はと目に留まったんですか。目に留まる。だって常にチームのリズムを生むときに明かりから始まってるのがもう気づいちゃったの。あーやだ、あーすごいで一緒にやってる柴田さんは逆にリズムを生む前に生む前の相手のボール奪うってことが、うんうんうん、本当にいろんなとこにいるのよ、うん、なんでそこにいるのってボール取っちゃうのっていうので、あ、この二人がいるとこういうことが起きるんだなって、強くなるんだなって思いますよね、うん、なんかちょっとうすうす感じてますけどいや、どこで落とそうかななんか悔しくなりますよね、なんか褒めてると落とすところがなんかどうしよう、あやちゃんちょっとあじゃあどっか落としてほしい、赤い落としてほしい、落とさないでよ、足つるでも最後は失礼、あげっぱなしでやめ、あんま言わないでその悩みでも本当そう、サッカー見て、あやっぱ、分かった、みんながうまいうまいっていうのが、なんか本当に結局なんか私的勝手に分析してるレッツ の印象が本当ボランチの2人、その花ちゃんとあかりのその2人が本当に機能するか機能しないかで、もう愕然と変わると思ってるんですよ本当に。だからその二人を止めればこっちにも勝機があるなって思えるんですけど、もうこの二人が火傷しちゃったらもうちょっと止められないっていう、うん、でかつその二人が中心になって頑張れ頑張れ続けろ続けて、もういいもう褒めて続けろ、今日は続けろお願い、今日続けていこう、ごめんなさいごめんなさい、すいません、はい、その二人が中心になって、で周りの選手の子もポテンシャルもすごい方々じゃないですか、もう代表クラスの方々いっぱいいるから、うん、だからもうより加速させていくんですよ、もうあかりと花ちゃんが、うん、だからもう本当に、ね、素晴らしい選手だなって本当に思います。本当だよね、はい、本当自分の中ではバルセロナの、はい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 、ブスケツみたい、はい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 、常にそこからサッカーが始まるみたいな、うんうん、そういう印象はあった。起点になってるんですねチームの、起点だと思う、うんありがとうございますでもですね、面白いねこっちは今までない感覚かな、やっぱこうね、いいプレーとか褒めてんだけど、はいはい、だんだん自分にムカついてきてるなんか、なんだろう、この感覚なんでなんだろう、なんか私、
正面だったじゃないですか、こういう時って、うん、でも横だから、うん、まあ、入るじゃないですか、入るんだけどすげえ腹立つの。そうだね。でもね、そうやってやっぱみんなから言われてるっていうのは、うん、いやまあでもそのレッツって個性豊かだし、子が本当に強いというか、上手い選手もいるし、うんうん、強い選手もいるし、足速い。でもなんか自分の中で自分の特徴は器用貧乏って思ってて、はい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 、はい、何でも、まあ、ある程度はこなせるけど、突出した何かがあるわけでもないから、うん、まあ、それが悩みでもあるし、まあ、ただその強くて速い、そういう個性ある集団の中にいると、まあ、バランス取る選手も必要かなみたいな、うんうん、で、うんうん、まあ、自分そんな特徴もないし、まあ、バランス取っていこう、まあ、別に意識してないけど、うんうん、ってしてると、まあこんなこのような感じ結果になってました。このように、もう、はい、まあ、やってたら勝手にこう、あ、そんななんか評価が後から評価とかじゃないんだけど、ね、後からついてくるって。まあでも確かに今言われてみたら、まあ、いわゆる清家選手みたいにスピードに突出してる人、うん、まあ、遠藤選手とかもそうだし、あとはその、まあ、ゆいかが前線でこう張れる人がいてとか、うん、そういうボールが南本選手みたいにキックに定評があるって、うん、多分確かにそう突出してるものがある中で、確かにその器用貧乏っていうことは確かに、まあ、その言葉自体はちょっとあんま印象良くないかもしれないけど、うん、本当にバランサーだなって思いましたね、確かに、ね、うんうん、本当にそう、 もう昔から思ってる自分のこと器用貧乏だなって。でもあの対戦相手としては見てて、そのなんかでも危機管理能力とか察知能力がめっちゃ高いと思うんですよ。だから結構スペースとかの あそこ嫌だなみたいなとかがあったら割とスッてあの入ってきたりとかしてるんで、そういうところの能力は私長けてるなって思ってます。それ中学校の時、中高の指導者にそれ言われたことあるんだけど、あ、指導者の方いらっしゃいますかもしんない、一応 B 級ライフですから、すごい見えてますね、見てますね、あざす。でももしさ、こう他のインタビューとかで栗田選手はこう自分のストロングポイントはどういうところですかって言われたら、なんて答えんの？うん、逆に自分の強みを言うよくありますもんね、その強み聞かれる、そう、強みが聞かれるとき、うん、なんて言う、あー、なんて言ってるかな、予測したプレーですとか、なんかぼやっとしたぼやっとしたものを言ってますね。スピードですとか言えないので、まあでも、いやでも素晴らしい能力ですよ、ね、はい、だって特徴あるっていうとスピードがあるか、うん、はい、パワーがあるか、はい、このあ、まあ、あとは技術があるかぐらいだよね、その特徴あるって。そうですね、もう目に見える身体的な部分、そうそう、身体的な部分しか、はい、でもすごいよね、だからそういうところでインテリジェンス的なだからものが高いんでしょうね、きっとね、頭いい的な、はい、うん、スマート、賢いなんかあやちゃんとかもなんか、はい、印象ありますもん、なんか何、もう何年も前ですもんね、7、8年前ですよね、二十歳ぐらいの時、大学生ぐらい、ああ、そうかもそうかも、そうかもです。あ、プレーに関しては私はもう言っちゃって、あの、うん、本当に上から目線なことは言えないんですけども、あの人柄、あ、はいはい、やだそこも褒めてもらえるんですか、やだいや、まだね、褒めるから決まってないあ、ですよね、なんで勘違いしてるわ、何を今褒められるって、本当にあやちゃんいきなり落とすかもしれないし、うちらだけかもしれないから褒めるのは、そうだよ、確かに。いやでも人柄の部分で、はい、本当にあの周りの空気感を変えるなっていうのがすごい印象深いんですよ、はい、っていうのもその勝った試合でインタビューさせていただく機会とかもあったと思うんですけど、まあ、今日の試合どうでしたかって聞いた後に、うんうん、こうでしたダハハハみたいなこれね歴長いさこれか、もう、20歳の頃からこれやってんの出てたマジか出てました。それで、ね、こっちの取材陣の私たちも和むなるほど、ね、はい、こっちの緊張も和らげてくれる、やっぱ緊張するわけだよ、選手にインタビューするのも、それ一番に帰ってくれたなっていう印象すっごいありますね、やっぱビーじゃん、ビーじゃん、恥ずかしいね、なんであやちゃん落とすとこだった、落とさない ないです、今でも笑い方をディスったんじゃないですか、うん、そうだね、あのある意味ね、そうあの逆から言ったら見方変えたらそうだったかもしれない、確かに、でもやっぱり人柄はもう、ね、もうこの冒頭もう20分ぐらいですか、もうあ、もう25分、うん、ですよね、うん、もうあっという間じゃんこれぐらいのあの話で終わっちゃうよ、え、
でももう人柄多分もう分かってると思います、リスナーさんも、うん、もうこの感じと私たちのこの喋ってる雰囲気と、ね、そうだね、はい、でもそういう風な形でさ、自分のストロングポイントこうさぼやーって言ってるけど、かなりのストロングポイントだし、あのね、チームをこうリズムを生む選手がいるかいないかで、うん、本当パスサッカーでしょ、どっちか、はい、どっちかって言ったらビルドアップしかない、絶対なきゃダメだもんね、だと思います本当に。でも対戦する時とかは相手の監督とかはまあ誰が出るかで分かんないところもあるかもしれないけど、はい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 、やっぱこいつは気をつける、こいつは気をつけろって試合前ありますよね、そのありますね、分析、対戦相手の分析はあるけど、クリシモの名前出たことない、なんでやっぱ特徴ないからだやっぱ特徴ないの、いや最後の試合とかはふなちゃんの最後の、はい、あのエルフの最終節、最終節、うん、はい、どういうやっぱユイピーとかそういうやっぱまああとキコちゃんか、そうやっぱ清家キコだった、あの時は清家キコか、もう多分連続得点をずっとしてて、やっぱ清家キコ、名本光、うん、そのラインはちょっと気をつけろと、はい、気をつけたいとか、そこをしっかり抑えたい、うん、まあ、まんまとその2人にやられたんで、うん、そっか、はい、点決められた2人の、ユイカにも決められたし、清家選手にも決められたし、名本さんにも、あ、全部じゃあその通りになった、はい、名本さん、ね、あんま分析意味ないし、あ、そう、あのやられちゃったね。いや、直本選手の思い出した。直本選手のシュート素晴らしかった。素晴らしいね。はい、レッツはさ、安藤さんもすごいの決めるし、直本さんもすごいの決めるよね。そう。なんだろうね。直本さんのスーパーですよね。あれね、めっちゃ覚えてるんですよ。え、船さん、あの状況説明しましょうか。はい。いや、スローインだったんですよ。まずはあの、うん、レッツの。うん、で、私割と高めにポジション取るタイプのキーパーなんですね。うん、で多分まあ知ってると思うんですよ、あの昔からのことは。で、名本さんと一瞬その時にちょっと長めに目あったんですよ、うん、あ、でなんかやろうとしてんなとか、なんか狙ってんなぐらいしか思わなかったんですけど、で名本さんが横からパッてスロー受けた瞬間にもう 1,2 のリズムでもうハーフラインぐらいからドーンってシュート打たれて、うん、自分がそれでもうそれがもうゴールイン、そうです、もうそれも開始始まって間もないよ、結構後半の最初の方ですね、そう、最初3点目取られたら、3点目だったんですよ、うんうん、3点目だ、もう3点目取られたら私チフレはもうちょっと危ういみたいな、だから3点目だけはって思った時にそれでやられちゃったんで、うん、結構もうあれで決定づけられたというか、そう、ね、ちょっともう崩れる感じになっちゃったよ、ね、はい、うわやったみたいな、で私高めにポジション取るけどああいうのあんまやられるタイプではなかったんですよ、うん、だけどもう目合ってやられたのに、まあ、それだったかって思って、この野郎思いましたね、あれは本当にそうだった、そうだね、抜け目なかった、うん、まだそういう選手なんだね、はい、そういうやっぱしたたかなというか、やっぱ逃さないんだろうね、もうあちょっと出てるの前にっていうのをチェックしといて、はい、もうそこからその入れたのが残り40分ぐらいはもう私ずっともう上下にめっちゃ動くようになりました、ね、うん、まあでもそういうのあって、でも素晴らしい選手と中盤をね、はい、形成したり争ったりいろいろやってるわけでしょ、はい、その中でも、でもそうか、その最終節は90分で続けましたから ね、いや上手だった、すげえ、ありがとうございます、私も最後の試合だから握手して、うん、最後から後ろから2番目にいたんですよ、うん、だからもう握手した時になんかもうちょっと感動しちゃいましたよ、どっちが、はい、え、もう私も、はい、うん、私も感動しました、した、はい、笑ってるけど全然覚えてないやエビテツのゴーゴーフットボール、こっちはもう最終試合だから、あ、そうか、そうか、チフレとしての最後の試合で、やっぱレッツってやっぱちょっと私にとっても仲いい選手がいっぱいいる分思い入れがあったん で、うん、でそれでしかもこう、まあ、推しの選手なんで、そうだよね、はい、でまあそれで行ってやっぱ最後までこうピッチに立ってたのはすごい嬉しかったんで、うん、ちょっと私的にはすごい印象に残った、その最後の最後まで印象に残ったっていうその相手が、そうだよね、今日のクリシモ選手、うん、いやもう分かりますよ、プレー見ててもなんか楽しそうにやってたし、でなんかちょっとこういうさ、あのリズムをあの生み出す選手に聞きたいんだけど、な一番気をつけてるオフザボールの時って何を一番こう考えてる、ボールない時ですか、ボールない時は自分はあの周りの選手、仲間、味方がどこに動いてるか見て、うん、ここ立った方がいいなって思うところにポジションを取りに行くって感じです。
それはボールホルダーに対して自分がもらえる位置にスーって入っていくのか、はい、もっとその先をこう誰かにパス出たその次ぐらいを見てるの、それも常にファーストコンタクトでもらおうと思ってる、マイボールの、いやマジ状況とあれによりますけど、まあ、自分が直接受けた方がいいと思ったら距離近くしますし、いや1個挟んでからと思ったらその前にポジション取り直すしって感じで、まあ、相手にボールがあったら相手のフォワードを最初見るから、うん、見て、見てパス出させないように、あそうですそうです、うん、とあと自分のマークあるんで、うん、だからもうなんか一つのマークだけ見ることは多分しないですね、ボランチだと、うん、本当になんか複数見とかないとって感じなんで、うん、って感じで合ってます？合ってます、合ってます、自分のことだろ、うん、そう多分ねボールタッチが一番多かったと思うんだよね、あらそうでしたっけ、うん、俺が見たあの時はでも確かに関わる回数やっぱ多いです、多かった、うん、だからいつもファーストコンタクトだったり、うん、こうオフサーボールでいかにどこにボールが出るだろうかというのを予測してるんだろうなって結構見てたから、あそうですね、 まあ、あと三角形作るように意識してます、そのセンターバックサイドバック、あでボランチがいなかったらもうここしかポジ、うんうんうん、ここってラジオでここで、うん、あ一応そうだここもあるけどねそうこの三角形を意識してますそうするとボールが回りやすくていいんですよこうだね、こうね、そうね、そうセンターバックとサイドバックがいて、うん、ここにね、そうですそうですそうです、まあいびつな形でも三角形ね、そうね、そうだよね、もうある程度一緒に組むボランチとかとやり役割決めてんの、いやぜうちはもう全然そんなないですね、ないでも組む人によって、まあ、この人はちょっと攻撃の方が得意と思ったら自分ちょっと後ろに取るし、うん、っていうのはまあなんかそんなすごい意識的にやってるわけじゃないです、あそう、まあ中盤だよねレッツは、やっぱそうですね、ね、うん、やっぱ IQ 高いですね、高いんだと思う、うん、その周りを自然と見るっていうところとそういう場所に取るっていうのがね、自然とできるタイプだから。だって安藤さんもセンターバック入ってる時とか、はい、左サイドに流れてるとこあったの。で普通にやっぱりなんだろう、慌てずにね、うん、もうその三角形を絶対作ってパス回ししてで回避して逆行くとか。すごい流動的ですよね。流動的だよね。はい、そうです、ね。止まってるとこ確かにないですね、うん。あとスイッチ好きでしょ。あバレたー。すごい。えあの試合でやってました。チーム戦でやってました。スイッチ結構多くて、その試合なんて左サイドバックと左センターバックがサイドでスイッチしてて笑いましたそんなとこでその人たちがするみたいな、なんか意図的にやってんのか、スイッチ追おうと思って、じゃあもう言っちゃいます、レッツレディースの秘密、うん、スイッチの練習めっちゃしてます、そうなんだ、去年なんか流行ってて、流行ったんだ、流行ってっていうかそのチームで、はいはいはい、流行ってスイッチの練習を本当にしつこくやってる時があって、うん、でちゃんと試合でも出るんですよそれが、うんうん、でみんなスイッチ出るためにもう嬉しくて嬉しくて、あもうできたみたいな、そうそう練習通りってなってもうベンチとかもこう出た瞬間出たスイッチってでやった本人たちもニヤニヤしちゃう、できたぞできたぞって、うん、いやすごい多いよ、そうなんだ、うん、よくわかりましたね、いやめっちゃ多いなと思って、すごい、全然気づいてない、このねいろんなダゾンとかでプレミアとか見ててもスイッチするってあんま多くないんだけど、うん、レディースの場合はすごい多かったから、そうなんですよ、やっぱそうなんだ、でもねやっぱスイッチ効くんだよね、効くんですよね、効く、うん、ちゃんと効くんですよ、その場面場面を打破できるスイッチで、で逆サイドからもいけるし、へー、もうやりすぎてなんかどっかのチームが、うん、なんかそれスカウティング、はいはいはい、試合のスカウティングでレッツレディススイッチするぞみたいなスイッチ気をつけろみたいなことを言ってたらしくて、でも気をつけた上でめっちゃやってました、だよね、気をつけられた上でめちゃくちゃ成功させてました、うーん、そうなんだ、そうなんだ、面白い、いやいや面白い、すごい、そう子供たちを教えた時にスイッチ俺も好きで、そう入れ替わるの好きで教えてたから、だからすごいなんか多いなここって、そうなんだ、そう、やっぱそうなんだ、そうなんです、練習でやってます、なんかちょっと見るとこう増える、ね、こっちかとしてもね、ですね、見方もこう楽しいです、スイッチわかりますか、こう、あ、そうです、そうそう、ボール置いていくみたいな、ボール置いていくみたいな、そうそうそう、やっぱりなかなかやってるところは少ないですか。やります、練習で、やらないよね、もうだってスイッチの練習ですよ、面白くないですか、やばいよねなんかそれに特化した、置いてけよみたいなそうここでこうしろよって、なんかなんとなくそのスイッチって
まあうんの呼吸じゃないけど、その場その場の雰囲気で出るようなプレーなんですよ、はい、その相手が背負って、はい、ドリブルしてて相手が背負ってきてるから、あちょっとまあ頼むわみたいな感じで、アイコンタクトでボール置いて入れ替わるみたいな、いうそういう感覚的なプレーなんですけど、多分それを感覚じゃなくて体現象として練習してるわけだから。確かに、うん、いやでもそんなスイッチの練習したの去年が初めてですけどね。だからそんな練習するようなものというか技術ではないかなっていう、うん、そんな感じ。いやでもすごい、いいもの見せてる、いいとこ見つけてる、すごい。いやもうそこ気づいてくれる人なかなかいないです。本当、はい、嬉しいな。今さやまゼーラーの人が聞いてたら、ああだからエビスコーチはやってんだ、エビスコーチ、ああよかった。まあまあでもそういうやっぱいろんなことをやっぱ練習してるってことよ、はい、そういうこだわって、そう練習でねできないことはね試合でできませんから、うん、ですよね、はい。本当そうだよ、ね、いやでも本当そうだよ、だってもパスタとか作っててもそうですもんね。ほんと、はい、いや、まあそこはもうチャチャチャのチャでこう、あ、できちゃうんだ、かっけえ、かっけえ、この辺の降りてくる、うん、はい、降りましたっつってこう、あー、そうか、それはできちゃいますよね。全然違ったじゃん、アナウンサーも収録とかでもうパッと降りてきます、パッと、来るよ、ほんとね、できちゃうよ、やべー、マジか、やべ、うちらまだその領域行ってない、うん、全然助けてない、ちょっと乗っちゃったいや分かりますよ、もうだって経済から何がいろいろできますから。そうですね、本当さっきも聞きましたけど、ね、すごいな、うん、なんかもうこうやって今日褒め合っていこうよ。そうですね、うん、いいんですか、うん、褒め合いの会にしましょう。だって今もう9割褒めてますよ。そうだよね、最高。だってもう9割褒めてもほぼ終わりですよ。でもさ、レッツはさ、うん、その自分もそうだと思うけど、うまくいかないときはどんな感じなの、逆にその仲がいいのに、うんうんうん、例えばこの第一戦、この大事な一戦で負けたとか、あと自分が調子悪い時っていうのは、うん、まず自分が調子悪い時はなんか、あんの解消法とか。もうそれはもう本当に自分自身を見つめるしかないですよね。そんななんか、あとレッツレディスのすごいところって、まあ、ベンチのにこう甘んじてたとしても、甘んじてたって言葉よくない、うん、ベンチスタートだったとしても、まあ、それをすごく自分自身はめちゃくちゃ悔しいですけど、それを態度に出す人がまあ少ないというか、本当にチームが勝つために行動できる選手が多いっていうのも多分強さの秘訣で、まあ、あとはアドバイスをし合うのが回数が多いかも、わかんない、他のチームを見たことがないからわかんないですけど、まあ、なんか気づいたことがあったら、例えば紅白戦で守備してて相手がまあ、判断したプレーに対して今こうされた方が嫌だったかもとかを普通に伝えるんですよ、あ、相手チームの、あ、そうですそうです、うん、それは、まあ、やります、やらないね、やらないか、うん、それを結構普通にやるし、で、まあ、思ったことがあったらその選手に伝えるし、そのアドバイスをもうし合うというか、素晴らしいのはあるかもしれないです。フィード選手でそれやってるの見たことないですね。やっぱこう、うん、言うような雰囲気も、ね、言いやすい雰囲気もあるし、ね、受け入れる雰囲気もあるからこう、多分出てくる、できるんだよね、はい、もしもっとガチガチしたらさ、はい、もういやいやお前言われたのにいいよ、知ってるよ、分かってる、やろうと思って、言えばお前何様だよ、そうなっちゃうような、けどそういう環境があるんだ。あ、そうですね。で、あとなんかすっごいしょうもないシュート打ったりしたら、何それって平気で言ったりいい意味でね。あ、そうそうそう、いい意味でね。そうですそうです、いい意味で、すかさないで逆に何それしょうもなとか言ってそうそうそう、でも本当にみんながすごく生き生きしてやってるって感じです。先輩も後輩も関係なく言い合うんですか。そうですね、後輩からまあ先輩にそう強く言うことはないですけど、後輩からさっきのプレーこうだったんですけど、なんかどうした方が良かったですかみたいなのも結構積極的に若手も聞いてきてくれるし、素晴らしい、いいチームだそれ。なんか本当にね、バランスがいいって感じ、うちのチーム優勝しますよそれ、ね、そういうの続けてたりしたら、だんだんやっぱりじわ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 強くなっていくような気はするよね。やっぱコミュニケーションはすごく大切だなってでも常々思います。やっぱりでもさ、例えば一番ベテランの選手とかがさ、ガチガチでさ、なんかこうストイックな人だったらさ、そういう雰囲気も出やすいじゃん。でもなんか明るいとかだったり、あとは安藤梢さんとかはやっぱり雰囲気いい感じで、うん、もうそうです、
もうなんかそのチームの年上の人ってすごく重要な役割を果たすと思うんですけど、うちだったら小杖さんとか、うん、船さん、うん、AP とか、うん、もうおおらかじゃないですか、まず、うん、もうすごくその人柄とそのっていうのがチームの雰囲気作りに、うん、そうよ怖っ、ね、着地今いきなり墜落してる徐々にこう着陸してくれればいいよ。すいません、ごめんなさい、こっちもじゃあ逆にあのチームの監督さんとかがあえてこうチームのバランスを取る一言とかなんかこうやるっていうのはあまりこうやんない、うん、監督はあまでも言いますよ、ストンとは言う、はい、けどほらね、チームのバランスのために監督がこう例えばリーダーシップ取ったりとか、うん、あとはフォローする監督とかもいるじゃん、うん、なんか聞いてると選手たちだけでこう成り立ってるような、はい、なんで笑うの？でも今シーズンは本当になんか特にこの選手たちの成長が著しかったというか本当にこのピッチ内でのコミュニケーションの量もすごかったし、話し合ってで試合中にこううまくいかなかったら、改善してでじゃあ後半こうしてみようって話し合ってとか、もうなんか選手たち同士で結構解決する能力がついてきたって感じです。うん、なんか前アイナックじゃなくてベントスとチーフがこう2試合目に、うんうん、結構監督が別に何動いてないようなイメージだったね、うん、監督出たら最前線出て、うん、ああだこうだう、ね、ああだこうだう、ね、采配するとかもっととか言うのあるけど、ルッツはこの2試合とも別にこう監督がこうなんかこうとりわけ前出てって大声出すっていうシーンはなかったような気がするね、うんうん、あんま見なかったですね。やっぱ選手がこうやってやる、そうですね、これやっぱどうなの、いい状況、いやチーム的にいい状況なんだと思いますよ、本当にちゃんと自分たちで今何が起こってる、だからそれに対して何をすればいいで次こうしようっていう、多分その整理ができて多分自分たちで進めていけるんだと思います。だから監督は全幅の信頼 もう選手に寄せてるんじゃないですか、きっと。あ、そうやりやすいよね、うん、そういう、うん、もう監督としても選手がそうやってくれたら自分たちでまずこう気づけてる、それをこう行動できる、うん、改善できるっていうのがまず選手にとってもいいですよね。いや、そうですね、うん、やりやすい。でもそんな昔からそういう能力をみんなが持ってたわけじゃなくて、うん、本当になんか積み重ねというか、まあ、それこそ1個前の森監督の時から選手に考えさせてこう解決させて、うん、まあ、結局プレーするのはピッチに立ってる11人なので、まあ、そこで解決できるのが一番じゃないですか。監督にこう言われて、うん、じゃあ変えてってなったらもうそこで時差生まれるし、うん、でそれはもう選手 そのピッチに立ってる人たちがこう表現できたら、まあ、そりゃいい、強くなりますよね。なる。なんか急に真面目になってさ、今入ってましたよね、完全にゾーン入っちゃう。自分で演じてたでしょ。あら、失礼しました。いや、いいの、演じてろよ。びっくりしたね。いやいや、よかったよかった。でもよかったよ。これでも選手あるあるですよね。なんか自分のことになるとちょっと照れてふざけちゃったりとかしちゃうけど、チームのことになるとバンバン出てくる。バンバンに急にこうね、顔つきが変わって、ガチでしたね、今顔が。自分で分かんない。怖い怖い怖い、今気づいた。ゆりさんに言われて気づいた。なんか求めてないからさ、明かり今の。いや、でも素晴らしい。でもいいですね、やっぱそういう他のチームのそういう状況ってなかなか聞くことができないので、なんかそういう内情を聞けるっていうのはやっぱ優勝したチームがやっぱ優勝するべき理由があるんだなって本当に思いましたね。なるほどね、はい、やっぱ勝っていけば勝っていくほどやっぱりいろんなこうなんだろう、一人一人は自立していくとか、そういうなんかチームのなんか雰囲気とか出てくる。あー、そうですね。でもまあその最初こう優勝したいとかまあ思うけど、まあ、その一試合一試合本当になんていうの、よく言うじゃないですか、インタビューとかでも目の前の1試合を頑張りますみたいな、うん、それ本当にそうで、もう1試合をとりあえず頑張るんですよ。で気づいたら勝ってる、それの積み重ね で最終的に優勝してる、やったみたいな感じなんですよ。あ、やっぱ1試合1試合、もう本当に1試合1試合、目の前の試合を勝つことだけみたいなのを、うんうん、あれまた入ってる。いや、いいよ、続けろよ。あれ、だって今悪くないよ、何も。だからあれ全然いいんだよ、入っちゃうな。そう、そんな感じです。いや、でも本当にそう、でも本当にね、もう負け続けたら地獄ですもん、本当に。そうだよね、チームの雰囲気は本当に
ね、はい、それはちょっと違うよ、ね、はい、全然やっぱもう練習の雰囲気も暗くなるし、どうしても自分ごととして 100% 受け入れられない部分もあるだろうし、うん、やどうしてもなんか他の選手に矢印が向いちゃったりとか、うもうよくあるようにあるんですけども、この勝つっていうことがやっぱすごい難しいことを目の前の試合で続けてるんで、いや本当、まあ、簡単な試合なんてなかったですもん。なかった。こう振り返るとやっぱり本当に厳しい試合もあったし、でそれをその試合をものにできたから、まあ最終的に優勝っていうのは、まあ、できたんですけど、でもさ、あのパルセイロに逆転負けした時、ああもうビビった。優勝がかかった試合で、うん、アウェーで長野で試合だったんですよ。で、まあ、勝てば優勝っていう状況で負けました。引き分け、あ負けました、負けた、まあ、負けました、負けました。でもうあのサポーターの方に挨拶行く選手たちがもうなんつうかな、落胆もそうだし、もうめちゃくちゃ悔しい顔をしてて、うん、はい、まあ、落胆もあるだろうけど、あもう本当悔しかった。悔しすぎましたね。あれは悔しい、悔しすぎ、悔しすぎたし、はい、もう分かりましたね、表情から。もうめちゃくちゃ、ちょっとね、なんだろうな、多分もうただの負けと意味が多分違う、意味が違ったと思う。いや、とんでもないことしてしまったと思いました、本当に。ね、でも優勝を逃したわけじゃないのに、そう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 、そうあんだけそう逃したぐらい、そうです、まだチャンスあるのに、いやでもその時はもう負けた瞬間は本当に逃したんじゃないかぐらい、うわーやっちゃったと思いました。でもね、ああいうふうに挨拶した後控え室に帰ってくるわけじゃん。もうどっかでやっぱり変わってる、みんな。あ、そうですね。あ、結構その控え室早すぎ切るか。いやでも控え室で、うん、結構、あ、それこそもう小杖さんとかひかるさんが、いやもう切り替えるしかないって、もうすぐに声かけをみんなにしてくれたんで、まあ、そこでちょっと切り替えて、だから帰りのバスとかは結構みんな明るかった気がします。素敵、はい、素敵。できない、そんな、もうでもその切り替えも重要っすよね。重要、確かに重要、うん、と思うな。でもそれしかもあの上の方々が言ってくれるっていうのが一番いいですよね。多分若手の子たちとか、ましたま明かりぐらいでも多分言えない言葉だと思うんですけど、うんうんうん、ちゃんと上の人たちがちゃんとみんなのそういう思いとかを組んで言うって、やっぱ上の人って素晴らしいね、うんうん、本当にそうです。やっぱあやちゃん、はい、やっぱちょっと優勝する理由というのがなんか分かるよね、うん、めちゃめちゃ説得力がありますね。なんかね、ふなちゃんもあーと同じね、土俵で戦ってる選手なんだけども、はい、なるほどなるほどみたいな。めっちゃ思います、めっちゃ思います、本当に。もうじゃああれじゃんね、もうそれを持って、そのもう今上の人たちが本当に大事っていうことがすごい今入ってきたんで、うんうんうん、私も次のチーム行ったらまた上の立場になるんで。そうだよね、はい、まあ、どこ行ってももう上の立場なんですけど、うんうん、もういやでも新加入だとしてもちゃんとそういう人として、ね、選手としてっていうところは、ね、ちょっと難しいけどね。大丈夫、フランさんな。本当だよね。見せれるように。あ、でもすごいいい話を。素晴らしいです、ね、やっぱ優勝するにはいろんなね、はい、細部にこだわったところがあって、はい、積み重なって結果が出るっていうね。そう、でも結局それで駒場に戻ってきて優勝しましたね、ちゃんとね。まあなんかなんだろうね、まあ決めたらね、アウェイで決めるのもありだけど、はい、あのやっぱフォームでやっぱ、うん、5000人ぐらい入ったんだよね、はい、優勝決めるっていうのはやっぱまた格別だったんじゃない。あ、最高でした、ね、応援もなんか男子に負けないぐらいな。いやもうそうなんですよ。もうまず入ってくるときにバスが入ってくるその道に旗を持ったあのサポーターの方たちがこうすげえいたんですけど、えトップの試合って、まあ、トップの試合に比べたら少ないですけど、でも本当にレディースの試合とは思えなかったです、すごすぎて。だって赤色ももう ずっとレッツにねこういるってことは、そのレッツのずっとある流れを時代を見てきてるわけでしょ、うんうん、だからそのサポーターの数だってだんだん違くなってきてるだろうし、うん、そうで、その5000人集まるってめっちゃいい雰囲気でしたよ。もうその中で優勝決めれたのはでかかったです。でかいよね。1週間前負けてるけどでもいい、その切り替えの一言でいい、うん、その流れがあったから ねしっかり決めて、しかも激坂とかでも取り上げられてましたけど、あの森脇芸見ました。ますか。何、私たちが優勝した時にやる芸があるんですけど。何それ。森脇芸という、森脇芸って、ああーあの後ろ、何もやらないやつそうです。あ、マジで見てないそれ。え、見てください。もうね、もう何年も何年もかけてもう努力の結晶なんですよ。私はあげる人じゃないですよ。私は後ろで真顔頑張る人です。あ、真顔頑張る人、はい、高橋花選手、うんうん、がそのトロフィーをあげる役の方なんですけど、うん、その、ま、後ろの取り仕切りを
わかりますよね、森谷さんやってましたよね。めっちゃ懐かしいです。めっちゃ懐かしい。いや、その芸は知ってるよ。もうみんなが後ろの選手がはいやるぞやるぞみたいな感じで、そうですそうです、やっと念願かなってね。もうめちゃくちゃ真顔ですよ後ろ。見てください、あと写真見せますね。見るわ。ずっとやりたかったんですか、やろうって言ってたんですか。アティがもう今までもやってきたんですよ、はい、この2、3年前からその花を、花がこうゾロフィーを上げて、でもやっぱり笑っちゃうんですよね、後ろカニカニカした人たちがいっぱいいて、もうそれ全然失敗です。それ全然失敗なんですよ。そのためにツイッターでいいですか皆さん、後ろの人は真顔じゃないといけませんみたいな。で、あの、そうで、次もう 2、3 回その前に会って、うん、で、あ、すいません今回も揃うことができずにすいません、で、やっと今回今回はい成功しましたって皆さんに報告できました。パーフェクト、綺麗、パーフェクト、パーフェクト、本当にパーフェクト、全員真顔、うん、パーフェクト。これじゃあ、あとチェックしよう。ぜひリスナーの方もチェックしてください。ねえ、ちょっと見る人いるんじゃないの。私ツイートしたのでツイッター見てください。じゃあもうクリシマあかりのツイッターで、はい、あ、じゃあチェックしよう。はい、もうでもパーフェクト、うん、パーフェクト。これ何回もやりたいよね。そう、優勝しなきゃまずこの芸ができないので。そう思った、そう、何年も前からって言ってますけど、何年も前から優勝してないんですから。確かに素晴らしいよね。確かにそうだ。まあでもあの強さだったらまた森脇は全然あります、ね、できるでしょう。でもユイピーが来た時にこの今のチームで世界のチーム、クラブチームとやってみたいって言ってた。いや間違いない、うーん、やってみたいかも。そう、例えば萌香さんとかさ、うんうん、あとローマとかいろんな感じで、その海外のチームと今のレッズで勝負したいって言ってたけど、本当、まあ、そんな気持ちになる。めちゃくちゃいいですね。そう、うん、やってみたい。どこまで、まあ、この日本のチームとしかやったことないから、まあ、どこまで通用するのかっていうのと、うん、ちょっとやってみたいかも。そうだよね、だから俺もそう思って、今の W リーグのチャンピオンチームが世界のどのレベルなんだっていう、うん、確かにそうですね、ないから。だから、ね、クラブワールドカップみたいな女子バージョンが、まあ、FIFA がやるって言ってのはもう決めてたから、でもいつやるのっていうのは決まってなくて、うん、分かんないですね。ACL あるって発表されてました。あ、本当、はい、ぜひ見てみたい、ね、やりたい、やっぱり、うん、やりたいです。今考えただけでめちゃくちゃワクワクしました。そうだよね、うん、だってサッカー選手は今も女子もいろんなところでサッカーやってるわけじゃん、海外で。そうですね。じゃあ日本のチームの立ち位置とかレベルっていうのはそういうところで分かるんじゃん。やりたいね、誰かやりましょう、やりましょう、やりましょう、お願いします、お願いします。なんかね、今の日本みたいにほらパリ・サンジェルマン来たりするじゃん、はい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 、ああいうのがあってもいいよね。確かに、レッツから出てった選手がのそのチーム関係、うんうん、ま、なんか、うんうんうん、それこそローマいいじゃないですか。 ね、ローマとかいいじゃんね。もういいかーって、ね、でもそういう風になるだろうね、いずれは、うん、そうですね、うん、だってイニエスタだって、あのバルセロナ、ね、神戸とやってるわけだし、最後ね、だからそういう選手が来たりね、そうだそうだ、海外の有名な選手とかも楽しみだよね。はい、すごい。でもこんなにサッカーの話をあかりから聞いたことない。しないっすもん、うん、サッカーの話なんて。しない、あまり。残りなんか違う話しますね。いやでも今一番行きたいとこは、行きたいとこは、旅行とかで行きたいとこはないの。沖縄、ハワイ、まあ、北海道も行きたいし、あ、まあ、ヨーロッパもちょっと行ってみたいし、結構行きたいじゃない。世界一周ですね、もう、はい、ちょっと。でも今 Wii が、ね、オフになって、うん、やっぱみんな旅行行ってるようなインスタとかは上がってるよね。あ、そうですね。行ったとか、いや、なんかすごい遠くまでは行ってないですね。去年とか沖縄行ったんですけど、うん、でもそれで沖縄ずっと行きたくて、もう、よかったんだ。良すぎる、良すぎる、もうやっぱ解放される、もう心がね、本当にもうもうちょっと行ってきた方がいいんじゃないか。もうちょっと行って現れてきた方がいい、うん、いや本当にもう2週間ぐらい住みたいもん。あ、そう、もう全然海のね綺麗さが全然違う。へー、めっちゃあやちゃんもなってるし。本島ですか、に行きました、宮古島とか。あ、島行ってみたいんですよね。島行ったことないの。ないんです。あるんだ。あるよ、めっちゃある人に。僕はもう竹富島ね。あー、いい。次行くとき島行こう。行った方がいいね。でもね、ふなちゃんもさ、ほら残りが今日最後なんだけどもさ、神戸行く前にちゃんとオフって取れたの、はいはいはい、もういろいろ遺跡のあれで引っ越しとかはしなきゃいけないでしょ。ほぼ取れてないっすね。そうだよね、はい、オフできてない。オフっていうオフはあんましない。3日間ぐらいだけ富山、兄が富山にいるんで、その3日間ぐらい富山行ったぐらいで、でちょっと羽伸ばして、はい、あとはね、いろんなイベントだったり何か で、うん、うで、もうね、もう携帯とかぶっ壊してやりたいと思ったぐらいに、めっちゃもうありがたいけど忙しい。
忙しい様子を、はい、過ごさせていただきました。いやだからさ、うん、せっかくね最後ねあかりが来てくれてんだけど、はい、ふなちゃんがもう、うん、埼玉から埼玉最後のお仕事、そう埼玉これは最後のお仕事、最後のお仕事寂しい。まあどうでしたか、まあね2人に一言ずつこう新シーズンに向けて少しなんか軽くね思いがあればふなちゃんから聞かせてもらっていいですかね。そうね、あかりがすげえいい話しちゃったから大丈夫大丈夫、うん、でもなんか優勝チームのねやっぱ上のさっきも言いましたけど上の人間が大事っていうそこのところとかあるけど、まあ本当に新チームだからすげえ不安だしドキドキなんですけど、うんうん、どれだけ自分もできるか分かんないけど、まあサッカー人生最大のチャレンジなんで私にとっては、うん、しっかりその成績を残していきたいなって思ってます。いやまあねあのチームで言えばすごい会えなくてのあの強豪、うん、ウィーンの中でも強豪のチームに行くってことだから、はい、まあ緊張もするだし、ましてあのアイナック神戸の正ゴールキーパーはあのなでしこジャパンの一番手の山下選手なんで、おおそうだ、はい、もうじゃあいい意味でこう、そうですね、いろんな意味で刺激のある日々になるだろうし、多分甘えたこと 言ってらんないしやってらんないんで、そうだよね、はい、多分自分自身も新たな本当に進化する年になるのかなとは思ってます。おっと楽しみだね、うん、どうあやちゃん、うん、なんか覚悟っていうかなんかふなちゃんがちょっと真面目な顔してるよね多分ちょっと、ね、同じタイプであるんですよあの、うん、うるささは違うけど、うんでも期待もあるけども、はい、やっぱり不安もある中、不安もありますもちろん、まあもうそしたらやるしかないもんね、もうやるしかないんでね、はい、いやそんなわけでね、まあぜひね、ここ楽しかったですね、ほんとここずっとやってて、そうですよ、ゴゴフトも今日は最後なんですよ、うなちゃんそうなの、そうなんですよ、いろんな人とこうやって話させてもらって、しかもこの収録っていう形になると普段話さないことを結構話すんで、うんうんうん、確かにね、はい、でもあかりもそうですけど、そうだよね、はい、そう、私にとってはすごくいい経験でした。いやありがとうございます、こちらこそまあねオフ中だからまあちょっと頭切り替えてるかもしれないけども、まあ来シーズンに向けてなんかこうこういうところっていうのあれば教えてもらえたらと、まあ、あの前回優勝したので、まあ、そこはまあ2連覇するっていう目標と、まあ、個人的には去年あの一昨年大怪我をして去年復帰したんです、うんうんうん、なのでもう怪我をしない、うん、もうここ間違いない、もうそんな目標かいって思うかもしれないけど、まず怪我をしない、ここ超重要、大事ね、大事だよね、怪我をしない、もう試合出る、試合に出る、もう2回言っちゃった大事、試合に出ること、もうこれ頑張ります。まあ今日はじゃあ自分の方からちゃんと紹介して終わりたいと思います。まずは、はい、ね、はい、ふなちゃんが、まあ、ありがとうございました、アイナック神戸レオネッサ船田真由選手と、それから三菱重工浦和レッズレディース栗島あかり選手がゲストでした無理やり、ありがとうございます、ありがとうございました、ガガヘダこの放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう、ありがとう。